線を何度越えても見えてこないゴールテープに今焦ると不安と恐怖心を襲われリタイアの文字を切り出す。昨日までずっと他の誰かのせいにして俺たちは逃げてきた。そう、何もない砂漠のど真ん中また言い訳ばかりを探すのか。今自分が持っていないものを探すのならば自分は何も持っていないと思うだろう。しかし今自分が持っているものに目を向けた時、本当はすでに全てを持っているところに気づかされるんだ。何度でも何度でも限界超えていってやるさ。不確かな一歩であったとしても踏み出す一歩、それは自分にとってのきっと確かな一歩一歩だった。ゴールにたどり着くということを、それはただ万歳して金メダルを首にかけてもらうことではなく、あの日その一歩が踏み出せなかった自分自身を超えていく、それが本当の目的地だったんだ。何のためにスタートを切ったのだろうかと今一度自分に問うてみる。自分の可能性をまだまだ信じてみたかった。何のためにスタートを切ったのだろうかと今一度自分に問うてみる。ただ君が喜んでくれる顔が見たかった。ワクワクさ、行け。ワクワク、お前行けよ。最悪だ、最高だねんだよ。いい人を、いい女を、いい母親を演じて生きてきた。そう、小さな枠の中に閉じこもって、やりたいことを諦めてくよくよしながら生きる姿ではなく、挑戦し続けて生きる姿を我が子に見せたい。守るべき人がいるからやらないんじゃなくて、守りたい人がいるから私は走るんだ。何のためにスタートを切ったのだろうかと今一度問うてみる。自分に嘘をついて生きる毎日に胸が痛かった。何のためにスタートを切ったのだろうかと今一度自分に問うてみる。もっともっと毎日楽しんで生きていきたい。人間メレレレレの頭が緩くなっちゃうんだよ。綺麗にアホなんだよ。知らない場所に飛び込むのは怖い。がしかし怖いと思って飛び込むのか、楽しいと思って飛び込むのか、一歩は万歩の差を生み出した。挑戦はいつだって僕たちの心を大きくしてくれる。人生は楽しんだもん勝ちだ。さあ本物の自由を手に入れよう。自分のためにだけならここまで走ってこれなかっただろう。この一歩が誰かの一歩に繋がるのならば僕たちはいつだってアホになれた。君の挑戦が誰かの勇気へと変わる。いい日が美しいというアホな光一の話でございました。おっと、ガイドルしようで。